07番のリップを使ってます。あ、でも大体これか。あ、今こっちにないんだけど、もう一個違う。私はロム&のリップばっかり使ってます。ゆうすけさん、クラッカーありがとうございます。しむさん、花火ありがとうございます。たーん、こんばん、コントラベース、こんばんは。今日暑かったね。そう、今日は撮影があったので髪の毛をしていただいたので、とてもとても髪の毛がお綺麗でございます。バウチさん、花火ありがとうございます。しゅんさん、レインボーの星ありがとうございます。ね、もう8月も終わりが近いってことですね。そうです、新しい日傘、普通の日傘と新しい私日傘を買ったんですよ、つい最近。でもなんか大体売ってある日傘って紫外線カット 90% とか 99% とかが多いんですけど、私が買ったやつ 100% なんですよ、紫外線カットが。だから普通、普段今まで使ってたのより日傘の下が涼しいです。今日は29日だから焼肉、わ、そうじゃん、今日肉の日じゃん、しかも8月だから焼肉じゃん。焼肉食べたいイカ食べちゃった今日ただの魚さん、50個じゃん感じがしました、ありがとうございます。マリトッツォ1回だけ食べたことある、パン屋さんのマリトッツォを食べました。ただの魚さん、花火ありがとうございます。こんばんプリン。ジェイさん、花火ありがとうございます。元隊長さん、花火ありがとうございます。そうだね、当たる火加減とか光加減とかね、場所によってやっぱリップの色も変わって見えるか。いや、アレスさん54単完了ありがとうございます。そう、紫外線カット 100% なの。日傘の色は真っ黒、中も黒ければ外身も黒い日傘を買いました。そう、紺色買うかいろいろ悩んだ、紺色とか白とか買うか悩んだんですけど、結局やっぱ黒にしちゃったっていう。元隊長さん、花火ありがとうございますそう、え、焼肉整体行ってきたの、お、よかったです。私も整体行かなきゃ、9月頭までにもう一回行かなきゃだね。1ヶ月以内に来てくださいって言われた新じいちゃんさん、花火ありがとうございます。そう、日陰の香りになるの。そう、お肉食べてないね、焼肉の日なのに。焼肉食べたい。猫猫食パン、そう、インスタグラムに猫猫食パンの写真を載せたので、皆さんよかったら見てみてください。かわいい食パンです。味もとても美味しかったです。見た目も可愛くて、あれはね、お父さんが買ってきてくれたんですよ。こんばんは、フロ、こんばんは。並んでくれたのわあ、お父さんがわざわざ並んでくれたみたいです。ありがとうございます。きっと見てないと思いますケンタッキーハンバーグ、おお、皆さんお肉食べてるんですか。お寿司いいですね。私も今日はイカを食べました。パパさん完了しました、ありがとうございます。見た、ごめんなさい、ありがとうございます。トマトスープ美味しかった。マサラッキさん、ハート100個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そう、どこで買って、そう、お父さんが買ってきてくれたので、私はお父さんがどこで買ったかは分からないんですけど、そうそうそう、お土産って言ってそう、出張行ってたから帰ってきた時にいただきました。こんばんは、こんばんは。なんかね、いろんなところに店舗があるみたいですね。マークイズのところにもあるのかな。シムさん、花火ありがとうございます。ね、そう、ありがとうございます。お父さん、ハンバーグ、オムレツ、おお、すごい、サムライマックル、おお、皆さん、チーズバーガー、お肉入りますね、バーガー、すごい、ちゃんとみんなお肉食べ、お肉食べたかった、
全然忘れてた。マックさん51個終了ありがとうございます。くーちゃん50と中管理ありがとうございます。今日ちょっと顔さない感じがする、どうしてだろう。なんでかちょっと私もわからない。でも久しぶりにちゃんと下地してコンシーラーしてファンデーションしてっていうメイクを久しぶりにした。ちょっと最近は日焼け止め塗ってコンシーラーしてオッケーって感じで過ごしてたのでね。プリントさご順プリンありがとうございます。こんばんは、元気元気です。お父さんお土産ね、この前は一緒にお父さんが買ってきてくれたエビみりん食べて。結構昔からお父さんとお菓子を食べるんですよ。あら。お母さんが、お母さんじゃなくてお父さんがお菓子をね食べるときに、そう食べるってそう誘ってもらえるので、そう一緒に食べるんだけど、この前はねエビみりんを食べました。小さい頃からね割とねエビみりんは一緒に食べてきてたんです。ただの魚さん花火ありがとうございます。パパさんハート100個ありがとうございます。こんばんはこんばんは。そっかこれかな、これでちょっと幼く見えるのかな。エビエビ一夜漬け、絶対に美味しい、それだけでも美味しい。菅さん50巻とありがとうございます。エビみりん、エビみりんよねあれ名前。お父さんがねエビみりん、よくねセブンイレブンのを食べるんですけど、エビみりんっていう、ちょっと今このパッケージかわからないけど、あすごい白飛んでる。あ今とちょっと違うけど、ちょっと空いてるんだけどね、これですよ、エビみりん焼き。これをよくお父さんと小さい頃からよく食べてたので、大きいせんべい。ちょっと今包んでたから正解、大きいですよ1枚が、こんな感じ。これ大好き、おいしい、めっちゃこれめちゃめちゃに美味しいです、おすすめですよこれ、本当に美味しい。お父さんとねよく食べてた食べ方は、これにちょっとマヨネーズと一味かけて食べるのも美味しいよっていうちょびっと豆知識。まあ近いうちに食べるんで。博多寛兵衛さんハートありがとうございます。ただタンタンさん50巻とおすすめ完了ありがとうございます。もうとてもとても美味しくて大好きです。そうなんかねたこ焼きをね挟んで食べる地域もあるみたいですね、まだやったことはないけど。ただタンタンさん花火ありがとうございます。こんばんはこんばんは。辛いの、そうですね辛いのは私は平気です。ドヤドヤドヤ、そうそう。でもこの前お父さんとたこ焼きした、お父さんとお母さんとたこ焼きしました。というかお父さんが焼いてくれたの、お父さんがねたこパしようってね、お父さんがタコパしようってねお話ししてて、そうそう、なんかねお店のたこ焼き、なんかねお父さんが好きなたこ焼き屋さんのその出汁、その、ね、生地の作り方がちょっと分かったから、たこ焼きしようって言って、その一緒に、というかお父さんがたこ焼き焼いてくれました。崎山さん花火ありがとうございます。パパさん花火ありがとうございます。私とお母さんはねずっとね座って食べてて、お父さんがずっと焼いてくれてた。なんかね
そう、ずっとね焼いてくれてて、うん、そう、めちゃめちゃ美味しかったです。生地なんか作り方がいつもと生地の作り方が違ったりしてめっちゃ美味しかった。私もそのね、お父さんが好きなお店屋さんのたこ焼きを食べたことあるんだけど、本当にそんな感じだった。とてもとても美味しかったです。まさまさなさん50巻と終了ありがとうございます。そう、美味しかった、美味しかった。もっと隊長さん花火ありがとうございます。お父さんのたこ焼きは外カリカリ中トロトロでした。出汁が効いてるからソースかけなくても美味しかった。たこ焼きソースとかマヨネーズとかかけなくても美味しかった。もうなんかたこ焼きとネギかけただけで食べるのも美味しかった。揚げてなくてもねカリカリでした。あ、お誕生日ありがとうございます。あとちょっと、あとちょっとで誕生日だい。そう、お出汁が効いててとてもとても美味しかったです。あ、揚げたこ焼きのプロはりなち。揚げたこ焼きのプロはねりなちだと思う。りなちとねタコパしたこと何度かあるんですけど、そう、りなち揚げたこ上手。私自分でするとなんかうまくできないんだけど、りなちとっても上手に揚げたこしてくれる。わかんない、なんかいつもたこ焼き食べてたら途中で揚げたこにしたりする。りなちとね今まで何度かたこ焼きしたことあるんですけど、タコパって言って。素直に誕生日は、まあ、私は多分いくつになっても素直に誕生日喜んでそうな気がするけどね。全然ワクワクですね今のところ。まあ実感はないけどケーキ食べれるから嬉しいなっていう、そんな気持ちです。ねあちはお姉ちゃん感、うん、お姉ちゃん感もあるけど、あるよもちろんね、あるけど、なんだろう、そんなね年上って感じ、なんて言ったらいいの、いい意味でね、なんか決して幼いとかそういうことを言ってるんじゃないんだけど、さなちゃんとねよく3人でいた時もねそうなんだけど、さなと私は同い年なんですよ。同い年なんだけど、なんかりなち3人一緒にいてもなんかりなち年上な感じしなくて、なんだろう、同い年っていうか本当に。なんかそんな年の差を感じないというか、なんかいい意味でね本当にね、そうそうだよねと思いながらいつもそう仲良くお話ししていました。あ、550日ありがとうございます。550ありがとうございます。550ありがとうございます。あつおさんハートありがとうございます。ありがとうございます。ハートハートハート、そう、ゴーたくさんあるよ。りなち料理する、りなちのご飯美味しいよ。本当に美味しい、もう最近私この手出ちゃうんだけど本当に美味しいですよ。豚まん屋さんまで、あー明日大好き。京都に行った時りなちが買ってきてくれたの。私はねそのね551のお店が開く前に握手会のね会場に出発、ホテルを出発するから買いに行けなかったんだけど、りなちが買ってきてくれたの。お家に帰ってお母さんと食べた。バウチさんヨーヨーありがとうございます。しんじいちゃんさんヨーヨーありがとうございます。ゴーちゃん花火ありがとうございます。しんじいちゃんさん昨
金魚すくい、ありがとうございます。りなちのご飯美味しいですよ、めちゃめちゃめっちゃ美味しいよ。ごぼう汁麺アイスケン、へー、肉まんしか食べたことないね。肉まんもね、よくお父さんたまに買ってきてくれるんですよ。キュウリだよキュウリだよ、元気モリコだよ。もう本当に美味しいよりなちのご飯。私はね、何でもりなちが作ってくれたの何でも好きだけど、コンソメスープがめっちゃ美味しかった。カルボナーラも美味しい、本当に本当に美味しい。えい、りなち料理上手。昔ね、一緒にハンバーグを作ったことがあったんですよ。でハンバーグのソースを二人でちゃんとケチャップからね作ろうって言って、そう、私はそうハンバーグをこねこねして、まあ焼くのはちょっとりなちとさなちゃんに手伝ってもらったんだけど、私はそう生地をそう、ね、種っていうのかな、あれをこねこねしたりポンポンポンってしてたんだけど、で焼き終わった後にね、そうハンバーグのそのねソースを作ろうって言って、そうウスターソースとかねケチャップとか入れて、ひなしと二人で鍋でグツ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 してたら一生酸っぱくってもうね、どんなにねいろんなね調味料入れてもすっごいソースが酸っぱくって二人で、あもうこれは無理だって言って諦めてマヨネーズ入れたマヨネーズ入れて完成しました。そんな思い出もある。ハンバーグのソース。賞味期限新しいのでしたよ、結構。はるみさん50回と終了しました。ありがとうございます。パパさんハート、ありがとうございます。ジェイさん花火、ありがとうございます。そう、でもマヨネーズ入れたら酸っぱさ消えて美味しくなりました。二人でずっとね「スッパー」って言ってずっと「スッパー」って言いながら作ってました。焼肉だと何が好きなの？牛タン、カルビかな？が好き。ね、その時はウスターソースとケチャップとか入れて、そうくるくるね回してね、そう調節してたんだけど、ずっと酸っぱくてただの魚さん花火ありがとうございます。パパさん花火ありがとうございます。本当にりなちのコンソメスープは本当に本当に美味しい、作ってほしい、また作ってほしいです。もうカルボナーラもめっちゃ美味しい、美味しい。揚げたこそたこ焼きも美味しい。ガーチさん花火ありがとうございます。ただハンバーグソース売ってるんですけどね、でもなんか作った方が、ハンバーグ焼いたままのフライパンで作った方がなんかまあ、お手軽に済むしと思って。ハラミ派、ああ私はでもよくカルビを食べますね。タンとカルビをよく食べます。そんな田中よりです。コンソメって誰が作っても、私が作ったのとりなちが作ったのは違うよ、味が。あと入ってる具材も違った、おいしい。しゅんさん50巻と完了です、ありがとうございます。りなちに作ったあのハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグソース以外のハンバーグ作った。あと何か作ったかな。卵スープ
わかんない。もやしと卵が入ったスープ。カレーは違う。カレーは私担当してなかった。たっちゃん、タコさんの花火ありがとうございます。ハラミ、ほうほうほう。でも私のお家はよく焼肉行ったらカルビを食べますね。カルビ食べる？うん、カルビカルビですよ。お兄ちゃんもいるからね。本当に面白い。思い出すだけで笑っちゃう。ダメだ、面白くなってきちゃった。まあ作るのね大変ですけど、私は作るの好きですよ。大変だけど楽しい。まあ後片付けとかね、いろいろ買い物に行かないといけないとか考えたら大変だけど、楽しいから私はご飯作ったりお菓子作ったりするの好きです。クッション可愛いでしょ。これはね、私が初めて自分の部屋にベッドを買ってもらった時に、ベッドカバーとか布団カバーとかとお揃いでね買ってもらったの。いつだろうね、小学3年生ぐらい、小3ぐらいかな。でも私割と早く、わかんない、小3ぐらい。カップケーキ、もう小学3年生の、そう、初めて一人で寝始めた頃はこういう柄の布団で寝てました。最近は変わっちゃったけど。バウチさん、いいねありがとうございます。ただの魚さん、花火ありがとうございます。ね、可愛いよね。私もお店で見た瞬間可愛くって、これが欲しいって言ったのはすごい覚えてる。こんばんは、こんばんは。需要と供給がマッチしてるね。かわいいし、結構ね肌触りもよくってモコモコなんです。モコ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 って感じで良きです。ね、綺麗でかわいいカップケーキ、こんなカップケーキが作ってみたい。確かに割と綺麗ですね。自分でもびっくりしちゃった。確かに綺麗だね。カップケーキ。あ、じゃあありがとう。ね、なんでこんな綺麗なんだろう。自分で一番びっくりしてる。あ、でもなんかこういうなんかタグタグのところはちょっと人気が出てる。けどクッション綺麗だね。なんでだろうね、わかんない。にゃ。でもそう、布団カバーも最近は変えちゃってカップケーキ柄じゃなくなったんだけどね。昔はカップケーキ柄でした。カップケーキ柄の敷きパッド、シーツと掛け布団で、あと枕カバーも全部同じ柄ので寝てたの、初期。一人で寝始めて初期頃はね、そう寝てたんですけど、やっぱだんだんね、その趣味が変わってきて、今では真っ白のシーツに真っ白の枕カバーに真っ白の布団カバーで寝てます。趣味が変わっちゃいました。マサラッキさん、かわいいありがとうございます。マガカードとして、あららららお帰りなさいませ。ただの魚さん、花火ありがとうございます。後ろもクッション、そうよ。本当はね、もっとたくさんあるのよね、このクッション。本当はね、
クッション今4つしかないんだけど、プラス何個あるんだ、プラス4つあるの本当は。ありすぎ。さすがにね、そう本当は8個クッションがあったんだけど、ソファーに対して。でも8個もあるとさすがに座る面積がグッてなるから、そうそう4個いないんだけど、4個います。4つ。こんばんは、こんばんは。お姫様みたい。でもすごい憧れたことある、あのお姫様みたいにさ、上にカーテンがシュルシュルシュルってあるベッド。でも今でも憧れますよ、可愛いなって思う。やっぱなんか女の子の憧れじゃないですか、わかんない、人によると思うけど、私はとっても憧れる、あのお姫様みたいに天井からカーテンが吊るされてるベッド、可愛くない？可愛いなって思っちゃう。バウチさん花火ありがとうございます。そう、成長、大人になりました。パパさん花火ありがとうございます。そう、枕投げはできんけど、クッション投げ大会はできるよ。あれ何のためについてるんだろう、蚊よけ、おしゃれだね。まあ確かに、まあね、お掃除とかは大変そうだけど、憧れるな、可愛いじゃん、めちゃめちゃ見た目が可愛い。そう、私は最近ですね、そう趣味が変わったの、趣味っていうか、まあそういうのも変わったのもありまして、そうベッドを塗り替えました。そう、もともとね、あの木みたいな、こういうね、この木みたいな色だったんだけど、ベッド全部ペンキで塗り替えました。そうなんです。出張で泊まったホテルがカーテン、いいな。いつかカーテン付きのお姫様みたいなとこに泊まってみたい。夢の国だね。夢の国のホテルに泊まってみたい。行きたい。そう、なんだろう、確かに白とかグレーとかでまとめられてる部屋が好きなので、最近はそういう部屋に自分の部屋がなるように家具塗り替えたり、そうシーツ変えたりしてます。食べ物の好みはそんな大きくは変わってないけど、食べられるものが増えました。ナスビとか卵とか。ハッシーさん花火ありがとうございます。ちょびりをこう、ちょびり大人になってるのかな。天蓋カーテン、天蓋って言うんですか、いいな、欲しいな、いつかそういうところで寝てみたい。まあ寝たら何もわかんないんだけどね。ゴーちゃん花火ありがとうございます。ただの魚さん花火ありがとうございます。ジェイさん花火ありがとうございます。ね、夢の国のホテル泊まりたい、というか夢の国に行きたい。でもハーモニーランドとピューロランドにも行きたいし、グリーンランドにも行きたい、行きたいとこいっぱいあります。また柄物がブームになるし、来るかな、どうだろう、どうだろうね、まだ先のことは分かんない。とりあえず今は無地が好きです。こんばんは、こんばんは。夢の国の C の方、どっちも行きたいな、どっちも行きたいです。私はいいな、行きたいところいっぱいありますね、夢が広がります。貯金を頑張ろう。そのためには貯金を頑張ろうね、いつ日かの私が楽しんで旅行に行けるように、今の私はただひたすらに頑張ることしかありません。こんばんは、こんばんは。水色も好きですよ、でもお部屋は白とかグレーが好きなので、そう白とかグレーのものを家具とか集めたり塗り替えたり。
すごい現実的な話しちゃうけど、やっぱり大事なんで、そこも。今の私はただ未来の私が楽しんで旅行ができるように頑張るしか。そう、一人旅行ね、どこ行こうかなって。そう、初で行っちゃったから言っちゃうけど、私本当は一人旅行を京都に行きたかったんですよ。でもそう、おしゃべり会で京都に行くことができて、そうちょびっと楽しめたんですよ。まあ、まだ全部は楽しめてないし、行きたいところ全部は行けてないんですけど、そうちょびっと楽しめたの。だからどうしよう、違うところにしようかなっていう考えが今出てきてます。一人旅行、もう高校も卒業したしね。でもまた旅行行きたい。旅行として京都にも行きたい。秋に行きたい。紅葉が綺麗な時期に行きたいです。そうだから今はどこにしようかなってまだ考え中。でも一人旅行は絶対にする旅行できるようになったら絶対に一人旅行するんだって決めてます。だから京都はすごく秋に行きたい。人が多そうだけどね、やっぱ綺麗なのでね。まあ私はまだ画面上でしか見たことがないんですけど、画面上でね、あんなに綺麗だから、実際に見たらもっともっと綺麗なんだろうけど、そう行ってみたいなって。もう私は高校卒業してもう少しで19歳になるので、一人でも大丈夫です。ちゃんと調べてから行きますよ、もちろん一人夢の国どうなんでしょう。夢の国行ったことがそんなにないのでですね、一人で行ってもちんぷんかんぷんになっちゃいそうだから、夢の国は誰かと行きます。お母さんについてこられないように行き先は言いません行き先言ったら絶対に来られると思うので、まあ、行き先は言わずに、まあ、報告だけして着いたよとかホテル着いたよとか電車乗ったよとか、そういうのだけ伝えて、まあ、どこへ行くかは言わないですね。そんな感じで行きたいと思います私まあ今の時代、携帯というマップという便利なものがあるので、迷子になることはないでしょう。そこには頼らせていただきます家出じゃないよ家出じゃない、一人旅行です。そう、一人好きなんですよ。一人も好きだし、何人かと一緒にいるのも好きなので、まあ一人旅行はやっぱり一人も好きなこともあって憧れが強いです。ヤッホーヤッホー GPS やオフにしとく、全部携帯の位置情報とか全部オフっとくお母さんがお兄ちゃんに聞いたら本当に分かっちゃいそうだから、全部オフにしとこうプライベートで浴衣は何回くらい、ショールームで3回来た、それだけです。海外はね、お母さんと行くかな。方向音痴ではあんまり方向音痴じゃないです。なんかちゃんと大体1回行った道とかを覚える。日本から出るときは誰かと一緒に行こうかなと思ってる。まだ出たことないのでね、さすがに初めての日本から出るとき一人はちょっとさすがに心細いので、誰かと行って、まあ、慣れてきたらいつか一人で行きたいなっていう気持ちもある。
旅行中とか旅行先だったら一人でご飯食べに行くの気にならなさそう。どうかな、気にならないんじゃないかなと思う私は。まあ、普段も、まあ、まだ一人焼肉とか行ったことないけど、まあ行こうと思ったら行ける気がする。まあ今は行かないけどね、まだ。ははははは。ああ確かにバスね、バス迷いますよね。私福岡でも未だにバス迷っちゃう。迷っちゃうよね。バス停が多ければ多いほど迷いますよね。海外も一人、へえ、すごい声出ちゃった。あっこに行きたい、なんだっけ、いつも忘れちゃう。あの香川、香川、あのドラマの伊豆大島、伊豆大島、違う、小豆島、小豆島、そう、ずっと行きたいとこ小豆島。私の好きなドラマがあるんですよ、ラブレターっていうねドラマがあって、そのドラマに出てくるんです小豆島っていう島が。そこにずっとずっと行ってみたい。そう、海の水が引いたら、そう、あの砂浜が出てきて、そう渡れるんですよ。でも満ちてしまったら渡れないっていう、そういうところがあるので、私はそこに行きたいです。もう本当にそのドラマが大好きで大好きで、本当に本当に今でも大好きなので、とてもとても行きたいです。シングさん、だるま、ありがとうございます。熊本の路面電車は、あー確かに、でもまあ一周行くんで。雑な考え方しちゃう。小豆島、いいな、行きたいなっていう憧れがとてもとても強い。やっぱ行きたいところはたくさんありますね。ゴーちゃん、花火ありがとうございます。おすすめですよ、ラブレターっていうドラマ、私は大好きです。好きなドラマは何ですかって言われたら、ラブレターですっていうぐらい好きです。あとはあまちゃんが好きです。ちなみにご紹介すると、好きなアニメは夢色パティシエールです。もうね、ここの3つは本当に変わらない、永遠にこれ。こーちゃん、花火ありがとうございます。バウチさん、ヨーヨーありがとうございます。ミロさん、ハートありがとうございます。おすすめです。ちなみに私はね、ラブレターは小さい頃のあの子役の方々のがすごい好きだった、すごい好きだった。おー、あーと思って。そう、オリーブの木、そう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 、あのラブレターに出てくる方もオリーブの木を経営してるお家の方々も出てきた。ええっすよ。ええっすよ、すごい。夢やらパティシエールは本当に本当にあれは何度見ても面白い。これおすすめです。ラブレターもね、おすすめですよ本当に。目が、目の下がかゆい、なんて言うとしたっけ。そう、そのラブレターっていうドラマの主題歌も好きです。音のない世界っていう、合ってるかな。それもとてもとても好きです。おすすめです。
夢のパティシエールという単語、そう本当に夢のパティシエール私は大好きです。本当に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 小さい頃から大好き。キャストの方々、吉沢さやさんとか出てらっしゃいましたよ。ね、小学生中高生役の時に、そう吉沢さやさんが出てらっしゃいました。あったんですよ、小学校中高生大人って、そうどん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 キャストの方々が変わっていったんですよ。そうそうそう、そう山下理央さんは中高生の時の主演の女性の方役でした。ドラマですね、ドラマだよね。よく見て、しんちいちゃんさんからありがとうございます。今日は髪の毛、そうですね、メイクさんにしていただいたので今日は髪の毛がツヤツヤ綺麗です。何話あるんだろう、30分とかだったよね、昼ドラだから短めだった気がする。時間が短い分全60話、2008年11月24日から2009年2月20日まで放送された昼ドラだそうです。詳しい情報、2008年、あたい6歳6歳で見てたのかと思ったらびっくり仰天なんだけどこんな感じです。60話、でもあっという間に見れちゃいますよ本当に。もうそんな小さい頃から私はドラマをよく見てました。ドラマ大好きでした、今も大好きぜひぜひ皆さんなんかね興味がね出たなと思う方はぜひぜひ見てみてください。将来はうーん、一人で生活できる大人になりたいです本当にこれが永遠の目標かな。映画の方の、へえそうなんですか、見てみたい。なんかビデオレンタルできるとことかに行ったらあるかな。私の永遠の将来の目標はそれずっと変わらないずっとずっと変わらない夢です。こんな感じですまあね、そう難易度はまあどうだろう、まあその時の自分の立場によるかもしれないけどね。まあでも最低限そこがあればまあ幸せに生きていけるかなって思います。寂しくなったり今はないですね、あんまり。わかんない、一人暮らししたら寂しさがあるのかもしれないけど、まあ一人暮らしして寂しいと思った時はまあ自分で一人暮らししたいと思って始めたんでしょうがねえやっていう気持ちですっていう、結構周りとそんな言う、そういう思考回路を持ってます。パパさん花火ありがとうございます。そうそう、将来のね自分が笑ってくれてたらいいかなっていう、まあね、そうまあ大変なことがいろいろあっても
まあ、そこのね大変なところのどこかの中に笑顔とか楽しいとか幸せだなと思ってくれてたらそれでいいなって思います。ね、まあなかなか大変、ね、大変なことばっかりかもしれないけどね、うん、それがあってくれたらいいなって。まあそのために今自分ができることを頑張るしかです。マサラッキさん花火ありがとうございます。何も辛いことはないけど普段からこういうねこういう将来のそうなんだろう理想を持ってる人です。そうそうそう、そのためには今を頑張らなきゃ。いいよ、残りね18歳もあと少しだから頑張ろう。そしてね今22時48分なのでじゃあ22時50分になったらランキングを見ます。ファイト、ありがとう、ファイトファイト、ね、ポジティブに、まあたまにネガティブになっちゃってもポジティブに生きていきたいと思います。頑張ろう頑張ろう、ね、まあ無理せず、ね、適度に頑張りましょう。まあね非常に頑張らないといけないことも大切かもしれないけどね、でもそれでね頑張ってね、あもうそれでね体がふわーってなっちゃったらね良くないのでね、適度に適度に頑張っていきましょう。こんばんは、こんばんは、ジェイさん花火ありがとうございます。元隊長さん花火ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。さあ今日もショールームが終わったらより19歳でツイッターで写真を投稿するのでよかったら皆さんコメントといいね待ってます。今日は何歳でしょうね。何歳を投稿しようかな。あともう残りもね2枚、3枚、ちょっと分かんない。今日は2歳、そろそろ0か1。おどうでしょう、何歳が来るでしょう。ツイッターじゃなくてごめんなさい、ショルも終わった後楽しみにしててください。なんでしょうね今日。1桁、ほも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 、なるほどなるほど。オーディションの頃の写真をちょっと遠慮してきます。すごいすごい顔してるから。当日も写真どうだろうね、ちょっと今とりあえず下書きの中にいるのは2枚、わかんない、当日も投稿しちゃうかもしれない。って感じでございます。それでは50分になったので今日も13位からランキングを見たいと思います。とりあえずね全部一応下書きはしてるので下書き分はあと2枚増えるかもしれないね、これからどうでしょう。それでは13位からランキング見ます。13位、たっちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。12位、たたたんたんさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。11位、ゴーちゃんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。10位、しんじいちゃんさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。9位、つーさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。8位、憂鬱なバラさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。7位、ただの魚さんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、あつおさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。5位、まさまさなさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。4位、ばうちさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。3位、パパさんありがとうございます、ありがとうございます、
ありがとうございます。にしむさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして1J さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も見てくださり、聞いてくださり、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。それでは、また明日。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。